一日も早い返還を願う元島民の方が多く、領土問題の最前線にいる職員、我々がこうした機会を通じてより一層理解を深めていくと。降参してから取られたところなんで、これは私らのもんだということで、父親はがんとして動かなかったんだけど、徴用に取られた16人の人たちが取られたんですね。それが全部その仕事に行ったんですけど、ですね、僕はこの仕事担当のあそこで今生まれて、この仕事担当はですね、非常に美しい島でね、日本国民全員が日本の天気予報の中にはこの北方四島も入ってますよと。日本の空襲にあって祖先島のその戦果を受けた後まで、まだ生々しくあったなというふうに聞いています。